広い駐車場。はい、着きました。梅祭りに来てみました。梅咲いてるかな。200本生い茂ってるらしい。しだれ梅って言うてます。行ってみましょう。はい、行ってきます。団子が売っていました。五平餅も買ったよ。みたらし五平餅。夜5時55分夕方です。ライトアップが始まりましたよ。なのですごく綺麗です。クピコミご飯の話とかめっちゃメガネに反射するわ、うん。